仮面の軍勢は、久保太都作の漫画作品を呼び、それを原作としたアニメ、ブリーチに登場する架空の集団。虚の力が発現した死神の集団。虚が仮面を割ったことで破面となったのに対し、逆に仮面を被ることで虚特有の力を発揮することができる。なお、虚の力が発現した死神は、精神世界に虚の人格が生まれ、これを予さない限り徐々に、 巨の人格に、元の人格が飲まれて、突発的に許可する、可能性が高くなり、やがて元の人格が完全に消える。回避するには口述の、仮面の軍勢の使う許可を得得しなければならない。なお、一時しのぎに過ぎないが、突発的に許可しても、残白刀を突き刺したり、無理やり引き剥がすなどしてこの仮面を壊せば、自然と許可が解けるらしい。全8名は、 元気道州副機道長である八チを除きいずれも110年前に、森邸13体の隊長、副隊長を務めていたが、愛禅宗介の陰謀の犠牲となり、強制的に許可されかけた過去を持つ。この際、中央46室により許として、始末処分の最低額だったが、真相を知っていた、浦原喜介、四封印よる一の助けにより逃亡に成功している。 彼らが去ってから100年以上の年月が経っているため、現在の森邸13体の中には当時、所属していなかった、ルキアや、コマムラや、ヒツガヤやオーマイダなどの隊長や副隊長も含め、彼らを知らない者も,も多い。各自残白頭を所持し、ハッチ、ロ以外の6人の残白頭の名前が判明している。メンバーのうちの平ラローズラブ、コブシニシの4人は、元隊長であり、 後に、リサも隊長に就任したために、万字会を習得していると思われ、作中では、拳にし、ローズの万字会は判明している。霊体ではなく義務苦労のまま、残白刀の使用や許可ができると見受けられる。仮面の軍勢となって、以降は、森邸十三隊と組みしない、第三勢力としながらも、自らの立場を、一守るの味方として表明している。経緯は不明だが、 黒崎一五が司会や万字会を凄まじいスピードで得得したことを知っており、当初は一守モルの意志に関わらず、一守モルを仲間に引き入れようとしていた。そして一守モルが内なる卿を抑えるために赴いた際に、一守モルを仲間として認めている。小説版では、義務黒に入っているため百年観念を取らず、周りの人間に怪しまれないために住居を何度も移転しているとのこと。 クーザ町での決戦の際は、モリテ三隊体と、藍染一派との戦いに、乱入、フーラーが吐き出したギリアンの大軍を殲滅する、活躍を見せ、藍染を倒すべく、モリテ三隊体と共闘する。しかし、ほとんどのメンバーが、藍染の圧倒的な力の前に敗北してしまう。その後、藍染が裏原によって封印された後は、うの花の治療を受け回復し、平子。 ローズ、コブシニ西シは、森帝13体に、元の部隊の隊長として、シロは、スーパー副隊長として、副隊、リサは商売のため、屍魂界に拠点を移し、残りのメンバーは現世に残留している。ありがとうございます。